ご自分にとっての大道芸っていうのはどういうことかっていうことをもう少しお話しいただいていいでしょうか。はい、僕にとっての大道芸は自分を表現する一つで、僕自身が好きなので、まあ、それを好きを皆さんに知って好きなことを知ってもらうっていう自己表現かなと思ってますね、僕自身は。なので、まあ先ほども言いましたけど、あの海外でのその最新のエンターテインメントショーとかも、まあ見ることも、僕見るのもめちゃめちゃ好きなんで、見てそれをまあ知ってる僕がショーに取り入れる取り入れないいろいろあるんですけど、まあ取り入れたりすると、その知らない世界を、まあ、お客さんに知ってもらうっていう、はい、そんな感じで思ってますね。観客とのあのコミュニケーションはあるんでしょうか。最後の投げ銭っていう、あのバスキングタイムの時に、まあお客さんに声かけていただく時とかもあるんですけど、まあその時に、なんていうんですかね、まあ僕の中ではなんかよくわかんないけどすごく感動したみたいなとか、まあ、なんていうんですかね。なんか、泣いてる方とかもいらっしゃるんですけど、まあ、そういったのを見ると、ああ、よかったなっていう。その、なんていうんですかね。感動したとか、そういうのも嬉しいんですけど、それ以上になんか、よくわかんないけど、なんかすごい熱い心と、そのなんか楽しかったっていう気持ちを、なんか言っていただくときが、ああ、伝わったのかなっていう、そんな感じのことを思ってますね。なんていうんですかね、あの正直あの大道芸でやるときって、まあ僕自身のなんていうんですかね、まあ自己責任のもとショーをやってるんで、どっちかというと結構攻めたショーとか攻めた技するんですね。なので、まあできる確率で言うと、まあ 100% はあるんですけど、でもやっぱり時々ちょっとミスとかも起きる程度の、うん、ちょっと攻めたショーをするんですよね。で、呼んでいただくイベントパフォーマンスの時は、まあ、120% なんで、もう失敗はない状態のレベルの技しかやんないんで、なので、はい。なので、大道芸の時は、その結構攻めたことやるんで、まあ、毎回すんなり成功するわけじゃないんですよね。で、まあ、失敗した時とかに、まあ、よく、その、なんていうんですかな、あの、まあ、感動したって言われることが多いんですけど。あ、そういうことに対して。まあ、そうです、そうです、そうです。で、その時は、なんか、あ、ちょっと、あ、感動になっちゃったんかって思っちゃう部分はあるんですね。でも僕が本当に伝えたいのはそこじゃなくて、みたいな。その諦めないとか、そんなんじゃないんですよね。なんかその、楽しいとか、うん、なんか、言葉にはできない何か伝わればいいなっていうところで。わかりました。なるほど、はい。なんかこうやっぱりお子さんとか大人とか、まあ、年齢っていうのもなんですけども、うん、何か反応が違ったりするんですか？いや、でも楽しいっていうことに対しては大人も子供も一緒なんですね、うん、って僕は思ってて、あの最後の声かけとかも小さい子供であっても本当に大人とかおじいちゃんおばあちゃんであっても、あの伝わるときはもう本当に皆さん同じような反応をいただきますね。なるほど。その和樹さんご自身にとっての観客というのはどういう存在でしょうか。観客は僕自身に期待して応援していただく方たちかなと思っています。こう大道芸ストリートでやられるときに、あの、はい、集まらないってこともあるんですか？人が集まらない。あ、もちろんあります、もちろんあります。集まらないときはあります。そういうときはどうされるんですか？僕の中で、辞めるタイミングが2箇所あるんですね。あの最初にその平日とかそもそも人がいない状態でやるんで、で、集まってもそんなに多くない状態が、まあ、ピークなんですけど、土日に比べると。で、
まあ、僕は想定する人数に行かなかった時とか盛り上がりとかそのコミュニケーション取れないとか当然あって、そういった時に反応が悪いってなってお客さん自身が楽しんでないで僕も楽しめてないってなると、まあ、お互い無駄な時間過ごしてしまうんで、だったら一旦終わりましょうっていうところを、まあ、2箇所ぐらい作ってるんで、そのタイミングタイミングでやめたりとかしたりしてますね。大道芸なんで別にいつ辞めてもいいんで、はい。なんでお客さんに結構委ねてって感じですね。じゃお客さんがおられても辞めるということがあるっていうか。そうですね。お客さんの反応を見ますね。なので本当に楽しんでるのかな、どうなのかなっていうところで、で大道芸は基本的に場所だけお借りするっていう形なので、最後どうしても僕ら投げ銭っていう形でお金いただくことになる。
やるからには最後お金いただくっていうところで、まあ、やっぱ楽しんでいただかないとつながんないと思ってるんで、まあ、楽しめてないとか、その何て言うんですかね、楽しんでる風じゃないなって思った時は一回声をかけて、で、なんか反応が薄ければもうそこでやめたりとかしますね。声をかけられるんですね、そこで。僕は声かけますね。皆さんどうですかって、このまま続けますかとか、その突然の雨とかもあるんで、そういった時とかにも声かけますね。で、逆に、まあ、見たいって言って、じゃあ僕も最後まで全力でやりますって言って、最後投げ銭も全力でやらせていただくって感じですね。なので、皆さんが、お客さんが、もう、じゃあもうここまでして見たくないとかなれば、じゃあお互いのために終わりましょう。途中で終わったりもしますね。はい。まあ、それが大道芸の良さかなっていう。辛かったことというのは、どんなことが辛かったですか？いろいろあったんですけど、正直このコロナで、仕事が一瞬にしてなくなったのが一番辛かったですね、正直。なんか今までの辛かったことが忘れるぐらいインパクトでかすぎて、なんか今まで表現できてたっていう部分が全部なくなってしまったっていうのが一番辛かったですね。何もできない。で、この正直この3月4月は全部僕リモートで YouTube のチャンネルもあるんで、そこで何か表現できるかなってところで、もう毎週ほぼもう毎日ですね、5月末まではライブ配信やってたんですよ、 YouTube ライブ配信で。そこで自己表現みたいな形でやらせていただいてたんですけど、まあ、日に日になんていうんですかね、反応良くなってったら良かったんですけど、まあ僕の中ではその、ステップアップができなかったっていうところで、まあ結構悔しい思いをしたっていうところもありました、ね。まあ、そういうこともありながら、今までこう。ライブに関しては、その大道芸と一緒って僕思ってやってたんで、アーカイブ残さなかったんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。で、途中からも見れるようにとか設定でいろいろできてたんですけど、やっぱ僕の中で大道芸っていう位置づけで配信してたんで、その途中からも見れないような形、その大道芸とかって途中で見ても、前のその過去の部分って見れないんで、そういう意味で、まあ、このオンライン上でも同じように、その、もう絶対に見られない。最初からちゃんと見てる人だけが全部見れるっていう。途中で離脱してまた戻ってきても途中からっていう、そういったことを意識してずっと配信してましたね。じゃあ和樹さんってエゴイストですね。いや、すごいいいな、それすごいいいなと思いました。うん、ね、それはお金はいただくようにしてるんですか？あ、そうですね、スーパーチャットっていう形でいただいてたりとかは、はい、してます。なるほど、わかりました。はい。で、その、まあね、コロナでお辛い時に、例えばその大道芸人仲間といいますか、これまでお仕事された方たちと何か、こう、なんて言うんでしょうね、お話し合いをしたりとか、そういったことはあったんでしょうか？情報交換で、その、ズームを使って、何人かと喋ったりはしたんですけど、でも、まあ、みんな、何かしらの、なんていうんですかね、情報発信とかしたりとか、一人がそれすると、あ、それがいいんかな、みたいな感じでみんなしてったりとかしてましたね。まあ僕らも初めての経験で何をしたらいいのかがわかんなくって、その状況の中、僕はもうライブ配信っていうところで3月末ぐらいから始めてやってたんですけど、なかなか最初の方は良かったんですけど、後からやっぱマンネリ化してきて、そのなんていうんですかね、大道芸だと場所を変えて、お客さんも全然違うお客さんを足止めてやるんですけど、オンラインだと、まあ、場所変えるとかそういうのがないんで、その、見ていただくお客さんって毎回一緒だったりとか、その新規で入っていただく方も、なんですかね、やっぱ僕自身を知らないんで、その、まあ話の途中からだったら、まあよくわかんないっていうところで離脱率が高かったりっていうところで、まあまあ全然違うだなっていうところがあっ
ったんで、うん、なので後半が結構きつかったですね。単純に数見てらっしゃる数とかにも如実に現れていたってことですか？そうですね、数も現れてましたね。もう全部オンラインなんで数字でもバシッと出てくるんで、そこがもう、うん、ちょっと厳しいのかなっていうところで、で緊急事態宣言が明けたタイミングでももうちょっとやめようっていうところで。でそれはコメントとかもやり取りはされるんですか？その、あ、そうですね、ずっとやり取りはしてました。はい。どう、そうか。コメントの内容もやっぱり変化が後半に向けてありましたか？そうですね、結構ありましたね。それを、まあ、一月ぐらいやら、あ、一月半か。一月半ぐらいですね。はい。まあ、二月、うん、そうですね、二月ぐらいですね。それでもやられたんですね。やってましたね。で、なんていうんですかね、その、僕の中では、一つのその、コミュニティじゃないですけど、まあ、待ち合わせ場所みたいな感じで楽しんでもらえればっていうところで、あの、まあ、コメント欄で、あの視聴者さん同士つながるみたいなのとかも面白いなっていうのとを、まあ、言ってて、で、まあ、みんなも楽しんでたんですけど、それがまあ後半になるにつれてちょっと荒れ出したっていうところがあったんで、で、まあ、あとはまあ僕に何ですかね、そのコメントの何ですかね、中でのその視聴者さん同士のリスペクトも薄くなって、で、僕へのリスペクトもちょっと下がってきてるなっていうところが、すごく、なんていうんですかね、距離感が縮まってきて、そういうところがなくなってきたっていうのが大きかったかなっていう。なんていうんですかね、なんか近くな、なんかアットホーム感出してたんで、なので、まあそこがちょっと僕が求めてたところと違ってきたんで、まあ一旦ちょっとやめようっていう。ところになりましたね。ヨーロッパでもアメリカでもおそらく外で、パフォーマンスやるのはストップだったと思うし、今もヨーロッパではそうなんですけど、でもしあの海外のその、同じような同じじゃなくても大道芸やってらっしゃる方とあのコラボで、でもそれはあのストリーミングじゃなくてアーカイブとしてきちんと残す形でやると自分の財産として残せるんじゃないかと思うんですよね。外で見せる芸と あの YouTube で見る芸ではまた違った。あ、違いますね。うん、だからそれはアーカイブとして残して、あ、でもこれは生で見たいなって思わせるような、そういう部分があると思うんですよ。だからアーカイブで残してもいいんじゃないかと私今思ったんですけど、そうするとやっぱり外で見るっていう、ことの重要性って一回見るともう癖になるっていうのがあるみたいなんですけど、そういうのって。だからビデオで見せることにあんまりこだわらなくていいんじゃないかなと思い、今思いましたけど。で、もし、和樹さんがヨーロッパとかのそういう大道芸の方とかいらしたら、こう、YouTube じゃないの、Zoom とかでコラボするみたいな、後で編集みたいな形になるんだろうと思うんですけど、それもありかなと思いました。それとかあの編集しなくて もうその場であの一緒にズームで芸をすることも可能かなと。それだけでもその芸はあのパーフェクトにやるとかやらないとか以前にそのあの海外の人とコラボでコミュニケーション取り合ってるっていう、そっちが興味持たれるのかなと思いましたね。もちろん芸はあのパーフェクトじゃなきゃ本人にはいけないんですけど、見てる方にとってはそういうこう珍しさみたいなものがやっぱりあるかもしれないなって思ったんですけど、日本の人って海外のあの大道芸を生で見ることってまずないじゃないですか。ないですね。どこに行っても見つけるの大変だし、だから、そういう意味でそういう新しい情報みたいな形で発信してるくのはありかなと思いましたね。だから、あれですよね、顧客をつけるって自分のファンを今の間に。そうですね。でもそういうのはかえってあの変にならないになったりはしないと思うんですよ。あの、一回一回だからなあなあになってしまうこともあるけれども、アーカイブだと直接のつながりは持たないじゃないですか。だからかえってそっちの方がいいかなと思いました。なんで、ライブじゃなくてなんですかね、作り込んだやつをアーカイブでね、それも生にはかなわないですからね、やっぱり、ベガスとかニューヨークに行ったりそういう時に知り合った方たちとコラボ、一緒にじゃなくて
あのインターネット上でいいんですけど、あの会話でもいいし、そっちの情報を聞かせてもらうことを YouTube にアップしてお話を聞きながらでもいいし、だそういうことを財産にしていくことは、うん、YouTube でありかなと思いました。今お話を伺ってて、まあ、話だけでも面白いですもんね、絶対、うん、私なんか見ちゃいますよね。あ、うん、あの正直すごく見たいです。あ、なるほど。正直僕らってやっぱゲイありきでって思っちゃう部分が大きくて、で、まあ、僕以外の芸人さんとかがその毎週その楽しんでもらえるようにっていうので無観客大道芸っていうところでライブで発信してたんですよ。で、僕もやっぱ見てたんですけど、その、まあ、どうしても、なんていうんですかね、リアルじゃないところで、僕らずっとリアルの場所でやってた芸を、まあ、そのままオンラインですると、どうしても、なんていうんですかね、タイムラグもあったりとかもあって、まあ、反応がちょっと、僕らの思ってる反応と違う部分がどうしてもあったりとか、受けるネタが、まあ、やっぱりここの画面上で見る、のが、まあ、すごいってなるやつもあれば、すごくないっていうやつもあったりとか、伝わらないっていうところで、まあ、芸をするのはめちゃめちゃ難しいなと思ってたんですよ。でも、あの、先ほどのマキコさんの話聞いて、あ、話だけでも面白いんだっていうのは、僕の中では、はい、一つ、あの、発見させていただきましたね。ありがとうございます。っていうか、さっき、あの、和樹さんがおっしゃってた、ステージと、あの大道芸外でやるのと違うのと、また今度は YouTube 上で見せるのとまた違うっていう発見をが新しい進歩かもしれません。いや面白いね。やっぱりすごい興味深いですね、やっぱりね。あの、で、特にもちろんいろんなアートもあるけれども、やはりこう、大道芸って一番こう即時性とか、そこに同時にいるっていうことが発端というか、なんて言うんでしょうね、キーになってるアートフォームだと思うので、それをまあ奪われたときどうなるかっていうことですよね、今回その試練を。そうですね。ちょっと今、胸がいっぱいですが、はい。そうですね。